ごきげんよう、リオロスです。それでは本日も刀剣乱舞無双をやっていきましょう。はい、では、出陣いたしましょう。よし、さてと伊達さんどうなったかな。前回は小十郎がまあしばらく有給取れと心してください有給かどうかは分からんが休めと言われてしまった、で力を求めて伊達政宗は小田原への参陣の意思を固める。しかしそれは豊臣に恭順の意を示すためではなく、豊臣も北条も滅ぼし漁夫の利を狙ってるわけだね、天下を手にするためのようだ。このまま政宗に野望を果たす力を与えてはならない。伊達政宗とポルトガル商人の密談を妨害せよ。いいのそんなことしちゃって。ポルトガル商人、あ、三日月さんに来てる。あ、まあでも今回は、部隊長行きましょう。はい、近之助、アイテムつけてますんで。じゃあゲストで先陣切って空気をつかむぜ。空気つかんでください。ゲストで三日月さん、あ、もうすぐ絆上がりそうじゃないですか。いいじゃないですか働いてみましょう。鶴丸が相手とは驚きだな。鶴丸が相手驚きだないいね、ちゃんと合わせて言ってくれるのいいな。で戦場情報、密談の場の発見、密談の場の捜索失敗。はい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 、 OK、 行きましょう。はい、今日もよろしくどうぞ。驚いてもらおうか。おお、あ、そうですね。戦場にも驚きをもたらそう。で鶴丸さん1個技を覚えてきました。はい、新しい技。政宗公に船を入手させちゃいけない。はい、商人との密談の場を探し出すぞ。 OK、全部周囲攻撃。この堂を見張っているのか。それならば倒して中の様子を確かめない。中の様子 OK です。時間速攻軍の周りか。いかにも政宗公が密談をしていそうだね。これです、これ周囲攻撃すげえ強え上に結構オートで敵ボンボンやってくれるんで楽しいです。で一匹になったらこの打ち上げ、打ち上げの出番です。ちょっと倒れてないで当たって。よし。時間速攻軍は倒した。ここにはいない。ここにはいない。オッケー。まあ結局は全滅させてけって話だな。ここにも見張りの時間速攻軍。オッケー。倒して。歩道を捜索しよう。歩道捜索します。さっき捜索してた。他の人たちがやってくれてたのかな。僕らが倒してる。ほら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 。もう気づけば雑魚が誰もいない。君一人だよもう。驚いたろう、この技。よいしょ、当たってない、当たってない。おお、美しい。さて、政宗公は？残念。残念。ここにはいないみたいだ。オッケー。他の場所も確認してみようか。横です。あ、来ない。このまま見張りの時間速攻軍を倒していけば、そのうち政宗公を見つけられるかな。結局は全部倒していけ。これが強襲操作ってやつだな。どうかな、一筋縄じゃいかない気がするぜ。驚くような場所にいるかもしれない。これは陽動ということか。こっちに目つけさせといて実は違うところにいると。まずは連中を片付け。あ、2匹出てきたな、ボス級が。そういう時はこれやっぱりこれ、このルンバみたいなのが。はいはいはい気づけば周りの雑魚を移動してるから本当ルンバだね。イエーイ。あ、もう一匹倒してるし、ボスっぽいやつ。いや、強え強えこれ。あ、一匹、二匹ぐらい雑魚逃れてんな。まあおしまいです。左の時間速攻軍は倒せたね。けど、政宗公はここにはいない。ここにもいない。他の場所も確認する。これ本当に倒してるだけでいいのかな。鶴さん来てる来てる。あっちに大きな船が見えるよ。ポルトガル船。政宗公が欲しがってるのはあれかな。ああ、間違いない。あんな船から砲撃されたら。砲撃か。誰だって驚きそうだな。あ、そういえば前回の次回予告ってそんなこと書いてあったな、砲撃って。あれから砲撃してくんのか。それはいかん。それはいかん。時間速攻軍だ。見張りご苦労さん。いや。まあこれ撃てるからな。遅い遅い。もうほぼこれめちゃくちゃ攻撃力高いんですよね、あんまり今まで気にしてなかったけど。あ、こいつ倒しちゃいけないやつじゃん。
あ、こいつ倒しちゃいけないやつじゃん。危ない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 。違う違う違う、 こいつら行っちゃダメだよ、行っちゃダメだよ、こいつら行っちゃダメ。危ない、なんか倒しちゃいけないマーク出てたわ。あの左上の方にまだ赤が1匹いたな。これか、なんかここに、あ、1匹残ってた。君、え、どこ行けばいいんだこれ。また捜索か。こっちの方行ってない気がするけど、どう、これスタート地点か。こんちゃんこんちゃん、こっちの細い道なんかない？この辺に細い道あるけど、どう、あ、いける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 、これじゃない、怪しい怪しい、ほら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 、あ、 50% になった。あぶねー、いたぜ。うっかり倒しそうだった。時間素行軍も一緒みたいだ。お前そいつと一緒にいて大丈夫なのよく一緒にいられんね、その人と。すごいな、ポケモンマスターなれるよ、正宗さん。ここを嗅ぎつけた者がいるようだ、うん、俺は引く、うん、あとは任せるぞ、あとは任せるぞって会話通じるんだ。待って、正宗君、あなたは本当に浮かずの女だよ、カラちゃん。正宗君は払って時間差方軍を倒すのです。カラちゃん心痛めてますな。こっちだぜ。あ、この狭いところにこいつ入れ、狭いところにこいつ入れちゃうと相手の攻撃避けれなくなるから危険なんだって。そうそう、広いとこ行こう、広いとこ。てかこいつ何もしてこないの、どうした、バグってる、なんか、ああ、してきたしてきた、初めて撃ってきた。三日月さん仕事してる、三日月さん見てない、なんかこっちじっと見つめてない、こっちを。どうしたの、もう給料分働いちゃった、もう給料分終わっちゃった、なんか見てるだけ。船の入手は阻止できたな。なんで見てるだけなの。しかし、時間素行軍の大半がおとりだったとは。そうだよね。さすが正宗子、驚かせてもらったよ。危なくやられるとこだったよ。うっかりやっちゃうとこだったね。次はどんな驚きが待っているかな。いや、確かに驚いた。お、絆アップ。やったぜ。楽しませてもらったぜ。楽しませてもらおう、帰って。この二人ならね、まあ、いくらでもあるでしょう、会話は。さあ帰ろう、帰れるか。お、無差別砲撃はなくなった。え、なくなってない。これはこれはちょっとこんちゃん仕事して。こんちゃん、今の戦いではっきりしたな。うん、そうだね。マサムネコは時間素行軍と手を組んだ。もう確実だったね、会話してたぞ。だしかもでもまだ、みっちゃん目を覚ますんだ。本人と決まったわけじゃないか。やっぱり信じられない。うん、正宗公が家臣を無下に扱ったり、天下のために無謀な策に出たりするなんて思えないんだ。なんだろうね、もう天下が見えちゃったのかな。あんだけの部下をゲットできたわけだからな。うん、僕は僕の目で、お、本人かどうかを見極めてみたい。それはあれか、剣で剣で打ち合って確かめるってやつか。よくある熱い少年漫画で、バトル漫画でよくやあるやつ。一戦交えれば心が読めるみたいな。カラちゃん急にどうしたんだい。カラちゃんどうした。ヤマンバギリクニヒロだ。あれ、ここでもヤマンバギリクニヒロなの、偽物が。例のそっくりさんか。このメンバーの中のそっくりさんが出てくるわけじゃないんだ。ずっと山間切り国広なんだ。ちょっと国広さんかわいそうだな。ああ、俺たちの様子を伺っているよ。ああ、かわいそうに。ま、今はそこまで気にかけなくてもいいだ。しかもそんなに気にされていない。それもちょっとかわいそう。あちらさんは俺たちのことが気になっているようだし、うん、なら確かめる機会はまだありそうだ。あっちから来るの待つのか。こんちゃん、なんかアドバイスくれよ。こんちゃん、伊達政宗は持参することなく小田原に参陣。持参、豊臣秀吉に恭順の意を示しました。はい、あくまで建前のようですが。それを後ろからバッサリ行くのか、秀吉を。
見せかけってことかい。うん、それじゃ。それじゃ。まだ政宗公の企みは止まってないようだな。うん、意志が強いというか執念深いというか。でも今回は操られてるって感じじゃないんだよね。本当自分の意志で言ってるような感じするんだよね。そこがどうなんだろうか。されました。うん、じゃあ行きましょう。時間速攻軍を撃破し豊臣軍武将を救援せよ。あ、了解です。じゃあ今回は食材切りさんで行くのがベストかな。試したいって言ってたしね。伊達藤次郎政宗、はい、要請に応じ欧州より馳せ参じました。なんでその腕組みでちょっと偉そうなんだよ。上司なんでしょう一応。おお、ようやく来たか。もう少し遅ければお、その首が飛んでいたぞ。笑顔で結構怖いこと言ってんな。私の首を飛ばしていては秀吉殿も大損だったでしょうな。おお、大きく出たね。なんじゃと。私には人ならざる力がついております。あ、余計なこと言ってんな。必ずや秀吉殿のお役に立ちましょう。え、だって秀吉さんそれ知ってるよね。大丈夫なの。大した自信じゃ。まあでも自分でも使ってたからな。良い働きを期待しておるぞ。いいのか。良いのまま。そこは気にしないんだ。伊達政宗は時間速攻軍による無差別攻撃を仕掛け、うん、混乱に乗じて豊臣秀吉を撃つつもりのようです。なるほどね。船の次は時間速攻軍か。よくもまあ次から次へと。うん、ん、何か言いたいんじゃないのか。願望を口にするだけじゃどうにもならないからね。行くか。この目で真相を見極めるよ。曇りなき眼で見定め決める。行くか。じゃあもうここは食材切りさ、あ、選べる。一応選べるんだ。 1、2まで応援に来てくれて。じゃあ食材切りさん行きましょう。ご指名なら期待に応えないとね。じゃあ 1、2 助けてください。お願いします。出陣いたしましょう。はい、専用セリフないか。みんなあるわけじゃないんだな、やっぱり。うん、で、全ての豊臣軍武将の救援、全てを助ける。やってやんよ。むしろそういう方が楽です。ただぶっ倒せばいいんだろ。さあその輝く目で見定めてくださいよ。黄金に輝く人で、船のゴールデンアイ、ただが一振り、はい、参る。かっこよく行こう。政宗公による無差別攻撃が始まってるな。無差別攻撃、敵を倒して豊臣軍の将を救援するぞ。はいよ。救援か。何者かは知らぬがありがたい。およ。敵は時空の歪みから出現しています。付近の歪みを塞ぎ安全を確保しましょう。はいよ。あ、もう倒したよ。もう倒したよ。つえつえで、正代さんも周囲攻撃覚えてきました。ね。あ、はいはいはい。おお、一掃した。ちょっと出が遅いけど、でもすごい広いな。見た目より広かったな今。はい。鶴丸さんほどのあの派手さはないけど、でも歪みを一つ塞ぐことができた。うん、この調子で残りの歪みも対処しよう。了解。一発のインパクトあるね。対処していきます。うん、我々と同様化け物に襲われた模様です。ああ。北条軍の敗走は生死の流れ通りだ。うん、その敗因は時間速攻軍。それはどうなんだ。貴殿らは援軍か。はい、そうです。そんなところ。さて付近の歪みをカードされたするか。あ、消えた。届いたの今。届いたんだ。で、この先よし、撃つぞ。頼むよ。承知しました。承知しました。よかった。前回は俺一人でやる承知だったから。って
いいのそれで。オッケー早い。この程度で終わりとは思えない。おお。付近に新たな時空の歪みが現れました。どこどこどこ、あっちか。時間速攻軍が流れ込んできます。オッケーオッケー、早くしないと必殺技出ちゃう出ちゃう。言った通り。出ちゃう。それじゃあ引き続き豊臣軍を援護しよう。はい。じゃあいいね。撃ちゃうよ。やろうか。ええ。これ強すぎてさ、一つの戦場じゃもったいないんだよね。これでも実戦向きだね。はいよ。ドバーン。お疲れ様。完璧でした。完璧で、ほら一発だもん。まずは一つ。残りの歪みも塞ぎに行くぞ。強すぎるぜ。この無差別攻撃。わあ、ちょっと多いな。マサムネコは本気らしい。どうしちまったんだかな。早いところを突き止められりゃいいんだが。よいしょ。この奥ね。うじゃうじゃいんな。はい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 。で、こんなスタート地点に誰がいんの。はいはいはい。よいしょ。お願いします。始めようか。おい。いやいい。もう一回いやいい。防御しても無駄だよ。行こう。はいよ。ここで華麗に決めてこそ。決めたね。だよね。あ、まだ生きてた。一発で落ちとけ。残らずどうした。同じでばかりだ。何じゃ。突然化け物が現れたぞ。ああ、襲われてる襲われてる。秀吉様、私の後ろに。どこどこどこ、あっちか。豊臣秀吉の近くに時間速攻軍が出現。オッケー。急ぎ救援に向かってください。猿、猿は俺が助ける。待ってろ。いやだ。待って、うわあ、ああ大太刀か。あ、すごい3体いる3体いる。この化け物。やばい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 、ボスキューが3体いるのやばい。行こう。おっと、まずはこいつを倒そう。いや、一匹。こいつは俺たちに任せていいぜ。うん。お前たちは、いや、何者でも構わん。え、もう何度か会ってると思うけどな。何度か会ってるけど。無茶をするな。あっ、しまった。ちょうどいい感じに当たりに行っちゃった。おお、怖い怖い怖い。待って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 。逃げ道ない逃げ道ない。これも秀吉様のため。多少の無茶はどうかお許しを。うおうおうおう。背中がガラギだぜ。あ、ちょっと危ない危ない危ない。逃げ道ない逃げ道ない。撃った後のこのガラギの背中を撃つ。刻んでやるぜ。お、何ガードして、何ガードしちゃってんの。攻撃あるよ、ちゃんと崩しての。あ、崩れんね、ちゃんと崩れんね。はい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 、どうだい。いや、まとめて、よいしょ。片付いて。すげえ。誰かを守りながら戦うのは骨が折れる。え、なんか守ったっけ。どっかで守ったっけ。はい、お疲れ。いや、力がみなぎってくるのを感じるよ。おお、強くなったぜ。ほんと食大切さん の、 あのその場その場で切り刻む攻撃が、いい時間を過ごせたね。うん、ボス向きだよ本当に。そして絆会話ありがとう。家帰ってみます。あ、三成がいるね後ろに。いやー、やっぱりなんか変なギミックのない戦場はいいですね。時間速攻軍はもう来ないみたいだな、うん、これで豊臣軍も大丈夫だ。ああ、頭真っ白で戦う。これぞ無双よ。うん、気持ちよかった。マサムネ公の姿は見当たらなかった。ああ、そういえば。一体どこに。あいつどこ行ったんだ。え、その辺に潜んでんのあいつ。ああ。調査完了しちゃったぞ。いいのか。お前たち。ああ、後ろにいた。俺の邪魔をしているのは。一騎打ちするか。マサムネ公。うん、いいの顔見せちゃって。あ、いいのか。何が目的かは知らないが、うん、次また俺の邪魔をしてみろ。切り捨ててくれる。うわ、悲しい。
近くで見て確信が持てたよ。うん、そっか。あの存在感、あの口ぶり、ああ間違いようもなく本物か。切り合わずとも分かってしまったか。お見事、秀吉天下統一しちゃうか、とうとう。はあ、いや、どうなってんだ本当。政宗は、政宗殿、お待ってくれ。水成、泥に足を取られて動けなくなった石田水成、言いづらい何その、後ろ大吉大吉って書いてある。何用だ。大吉なんだ。秀吉様から伊達家への取り次ぎを命じられたのでな。お、急ぎ挨拶に来た次第だ。話はそれだけか。ならさっさと。時に小田原では政宗殿もその家臣たちも大活躍だったな。褒められてる。秀吉様が高く評価されるのもわかる。うん、いや、実に大胆で見事な策だった。褒められてる。うん、策。謙遜される必要はない。うん、無差別攻撃と見せかけ、秀吉様の軍は家臣に守らせていたではないか。ひょっとして僕ら家臣扱いされてる私も一時は危機に陥ったが、うん、伊達家の家臣たちに救われた。あ、なんか改めて礼を。僕ら伊達家の家臣と思われてる慣れ合うつもりはない。ちょっと誰かのセリフみたいだなカラちゃんのセリフですね。慣れ合うつもりはない。あー、これはこれは。なんだいや、まさか、うん、政宗公の口から、そうだね、カラボウと同じ言葉を聞くことになるとは、と思ってね。確かに政宗公が言いそうにないセリフだね。あ、でも真相は見極められたか。彼は、うん、政宗公本人だ。やっぱりそうなんだ。じゃあ操られてるんじゃなくて、そそのかされちゃってる感じが。わからんの。うん、この力は悪くない。おお、みんな上がっていく。本丸でお茶飲んでるだけで上がっていく。ありがたいぜ。はい、絆が発生した。じゃあ僕が見ていきますんで、今日はこの辺で終わりたいと思います。ご視聴ありがとうございました。また次回もよろしくお願いします。それではごきげんよう。チャオ。さあ、慣れ合っていこうぜ。